さあラブちゃん、さあラブちゃん、さあ今日はこういう感じです。どうでしょうか。今日はこういう感じです。素晴らしい。堀は息子に対して口うるさく注意するのはやめ、一人の大人として接する。あ、ごめんなさいごめんなさい、失礼失礼失礼しました。よし。息子の方から歩み寄ってくれるようになった。思春期をきっかけに、どうでしょうラブちゃん、どうでしょう、どうでしょう、こんな感じでラブちゃんお腹を見せてます。素晴らしいね、ウサギとしてこんな無防備な姿をありがとう。お嬢さんのことがまだ心配で、これはもう仕方がないということですね。あ、そこで東尾さんはある決意をしたということですね。ある決意、本当は嫌なんだよね、お腹見せるの知ってる。でもこんな可愛い姿はね、やっぱり残しときたいじゃない。通算成績251勝を挙げた東尾、ごめんね。引退後は西武ライオンズの監督として2度のリーグ優勝に導いた。あげるから美味しい美味しいを。そんな勝負に厳しい東尾の心を癒してくれていたのが一人娘のリコだった。リコはすくすくと成長しプロゴルファーとなる。そして昨年ついに結婚話が。その相手は、僕に足りないのは靴下じゃない、君だ。そんなの代わりにお送りします。そう、石田純一。2人の年齢差は22歳。しかも石田は東尾のわずか4歳年下だった。ありがとうラブちゃん。もう結婚で聞いてないけど、婚約とかどうか。ありがとう、おいしいおいしいあげるからね。うん、ありがとう。当初は結婚反対、そしてこの日